はい、こんにちは、にゃんたの工房です。今回何しているかと言いますとですね、ここにある通りパンザーインパルスの尻尾ですね、これの続きをやっていこうかなと思っています。まあ、この先も作らなきゃならないんですけど、まだちょっとこのナルト尻尾納得いってないんですよね。なので考えに考えた結果ですね、ここの横にこういった羽状のパーツというか、これを追加しようかなと思って今切り出そうとしています。だから1,2,3,4,5,6全部で12枚か切り出さないといけないんですよね。というわけでこれを切り出すとこうなります。さーて切り出し終わりましたよ。ただ12枚切り出すと言ったけどそれは嘘です。実際はこうなりました。36枚切り出しました。はあ疲れた。なかなか凶悪な尻尾になったんじゃないですかね。こんな感じ、横に3枚ずつ3、この角度がおかしい気がする。まあいいよ、だから6、6、6、6、6、6、6、36枚。なかなか疲れましたよこれ切り出すの。あとこれにサフを拭いて見た目をちょっと見なきゃならないな。まあ節と節の間に結構な隙間があるんで、結構尻尾っぽいポーズができるんですよね。パンザーインパルス持ってくるとこうですね。バランスが取れない。まあまだ器具を考えてないのであれなんですけど、まあ尻尾をつけるとこんな感じになりますね。なりますね。まだ色が白いからよくわからない。どうしようか、ちょっとサフ吹いてくるかな。すみません、ちょっとサフ吹いてきます。はい、サフ吹いてきました。ちょっとイメージ優先させるために黒で吹いてきました。こんな感じですね。アップアップ、なかなか凶悪な尻尾になったんじゃないかなと思います。ちなみにこの尻尾は名前としてはアトミックテイルという名前をつけています。まあ、この尻尾の設定で言いますと、この節6つの節ですね、これそれぞれの内部には高性能な爆弾が入っていて、戦闘時にはこれを一個一個切り離して投げることで手榴弾みたいな使いもできます。で、最大のこれの使い方は根元からこれだけを切り離して敵にまあ巻きつけて、ここの要はフィンのところで引っ掛けて
固定してそのまま爆発させるっていう使い方ですね。まあ切り札みたいなもんです。でこれが一気に爆発するとだいたい町一つ分を吹き飛ばすほどの爆発力が出るという設定です。まあこれなら大型のヘキサギアとかでもまあ一撃で沈められればいいですけれども、まあ最悪瀕死ぐらいまで持っていけるんじゃないかなという感じで、そういう設定にしています。まあ設定的にはそんな感じですね。皆さん武器にいろいろ武器やヘキサギアに設定をつけてますからね。自分も設定をつけるとそんな感じです。まあ普段は要はここのまだ作ってませんけどミサイルゴンデラを、まあここの尻尾の先もあれ一応アタッチメントで付け替えれるようにしようかなって、もう一個のパターンを作ろうかなとは思っているんですが、まあボールジョイントの受けがあと2つあるか、あと2つ分のアタッチメントつけようかなと思ってますが、まあ通常はこのミサイルコンテナが通常ですね、尻尾の先は。で格闘用になったらここの格闘用っぽい、まあブレードっぽい尻尾になるのかな。そういうアタッチメントをつけようかなと思ってますけど、今のところはちょっとこれで制作を進めますが、要はまあまずここを使い切ったらここをパージしてポイして、でその後一個ずつ投げて爆発さしはポイ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 、だから6回分ある意味尻尾型の手榴弾がくっついてるっていうことですね。で今のところこのパンザーインパルス、要はあのライガーゼルパンザーを見て似とるからっていうつもりで作っているんですが、できれば長いキャノン砲をどこかにつけたいなと思っています。でもキャノン砲つけるんだったらここか、もしくはここでもガバナーここ乗るんですよね。まあちょっとまだ迷ってますけどね。キャノン砲つける、キャノン砲というかまあ砲台をつけるならばどうしようかな。ゴーライ回白についてきた武器セットの分使うかな。あれ確か2本多分入ってるんじゃないかな。あれをここへつける、もしくはもう砲身を自作するか、どちらかでしょうね。まあそこら辺はいろいろ考えます。まあ、今現在決めているのはこれを外してここにミサイルポットでもつけようかなっていう感じ。あとはここですね、ここにもミサイルポットつける、まあ接着するかどうするかはまだちょっと未定ですけど、あとはここかな。まあこれを外せばここの上の部分に3ミリ軸があるんであれなんですけど、ただこれビークルモードに変形しますからね。タイヤ生かしてつけてるんで、それで邪魔にならない範囲で、まあ、ビークルモードの状態では邪魔の部分を切り離してパージして走るっていう設定も面白いとは思うんですけどね。とりあえずそんなとこかな。ここにミサイルポット、ここへ ミサイル、まあここはどうするかわからんで、ここへもつけて、まああとはここか、ここへパンツァーインパルスだとあの衝撃吸収用の
爪、何っていうかな、名前ちょっとわかる、ど忘れしますが、あれがついてるんですけど、あれをフルスクラッチでつけるか、それとも、バルファームブランチ買った時の、まあ、おまけで、あれを買ったおまけというか、期間中に何円以上買ったらっていうやつだったかな。期間中にバルカーマを買ったら、あれのなんかクリア成形のフィンパーツがあったんで、あれをここにつけてもいいかなとは思っています。あ、ただ予定としてはこのパンツァーインパルスが完成したらイエガーとシュナイダーも作ろうかなと思っているので、正直イエガーの方にはにあのフィンパーツ使いたいっていうのもあるんですよね。うん、とりあえずこれの完成が先ですね。ちなみにイエガーとシュナイダーは尻尾はつけないんで、尻尾の代わりのものはつけるつもりですけど、まあとりあえずこれの完成を急がないと次のシュナイダーとか作れませんね。まあシュナイダーを作るんならエグゼニスウィングか、あれを買わなきゃなんないや。まあとりあえず話は戻りまして、尻尾はこんな感じですね。なかなかいいんじゃないかな、この尻尾。あのナルト尻尾よりはよっぽど凶悪になったんじゃないかなと思う。本当はここもつけようかなと思ってたんですが、あんましつけるのもどうかなと思って自重しました。まあ尻尾の色はこの本体のナルト部分は黒、ブレードというかこのフィン状どうしようかな、緑で塗るかな、そっちの方が色分けがいいような気がするんですけどね。ただ緑でこれと同じデスガードグリーンだったかなで塗るんなら、ここにもこっちの裏はまあいいとして、ここにも同じフィンをつけるか、うん、でもあんまし黒くしてもなんだしな、悩みますね。こういう改造とかフルスクラッチ、ということで今回の動画はここまでですね。チャンネル登録、高評価、コメント、アドバイス等よろしくお願いします。にゃんたの工房でした。